で、いよいよ試合の時が来ますけども、はい、どういうふうにこう、ね、試合がとにかく始まるのが8時ぐらいから始まりますからね。で、試合が全部で10試合、13、14試合やるんじゃないかな。で、その選手権っていうのは割と中ぐらいでやるんですよね、最後じゃなくて、はい。で、僕の後が1、2試合を終えて、ヘビ級のタイトルマッチだったから、はい、僕はその1日、2日、2試合ぐらい前だったんだけど、それで4、5試合ぐらいだったかな。で、だんだん始まって、試合が終わるじゃないですか。まあ、だんだんもう自分で試合の準備をしながら、で、こう、打者の子を自分で、必要以上のなんかね、汗をかいたような気がしてね、靴を履きながらね。で、試合直前にシーマさんが来たんですか？そう。シーマさんも、まあ、ケン・タジマさんっていう通訳がいたんですよ。有名な通訳のね、はい、ケン・タジマさんと。はい、で、二人でこう、控え室を出たり入ったりするんだけど、まあ、その前には、ビンス・マクマホン、お父さんの方のね、シニアと、まあ、そういういろんな、今後のこととか、要するに、日本とのまだ、その時から新日本とまだ、完全な定期がまだ結ばれてなかったんでね。で、そういういろんな話もあったんでしょう。で、終わって、で、それから今度試合の自分のことも当然様子を見に来るわけですよ。どうだ、大丈夫かとかね、もうそっとしといてくれって気持ちの中ではね、まあ、そっとしといてくれもうっていう感じなんだけど、やっぱ志摩さんからすればやっぱり一つこのニューヨークっていう、また自分が今度はWWEジュニアっていうものに、そのニューヨークとの提携とか、いろんな意味のやっぱりその大きな多分日だったんでしょうね。それがだからそれはもうテリトリーに分かるし、で、いざ自分が上がる番の近くなった時にまた来て、大丈夫か、なんかやれよってこれは辛いですよなんかやれよって、いや、僕の気になってみてなってみてくださいよって感じでね。でも、あの人のその一言が無責任じゃなくて、やっぱり自分のやっぱりその覚悟っていうのか、やっぱりただあれがの一言がなかったら、漠然と一つのそのニューヨークでの試合、そつなく多分試合をこなすっていうか、今までアメリカにもリーグ上がってるし、経験してるし、メキシコでも経験してるし、まあそれなりに、でもどっかの一つの、要するに、なんていうのかな、こう、ピリッとした、要するに一つの、最後の、ドラゴンスープレックスに結びつかなかったんじゃないかなっていう気がする。なんかやれよって。やっぱりだから、なんかやれよっていうのは、やっぱり日本からマスコミも来てる、で、テレビクルーも来てる、で、その映像が、日本に今度は放映されるわけでしょ。だからそれもあったし、ましては自分の一つの大きな、なんかこう、お土産じゃないんだけど、シンマさんがやっぱりそういう意味では、ニューヨークにやっぱりその一つの自分のこれだけの大きなものを自分で作り上げたっていうものがやっぱり、それは思ったんじゃないかな。なんかって言われたら何やればいいんだっていう気持ちになりますよね。そうですよ。まあでも自分の中ではもう、そこで何もこう分かりましたとか、もう聞こえは多分なかったね。当然、まあ、カルゴチと、だから、ずっとこう、約1年ちょっと、もう今度はもう、フロリダで行った時の、それをずっと思い出しながら、何ができるかなっていう。まあ、自分の場合は、要するに、軽いし、軽量だし、とにかく自分の場合は、とにかく、動きと、要するに、キレっていうのか、まあ、そういう部分じゃないんで、だからその時はもう自分の中で体が動いたっていうか、もう一緒にコンディションはいいわけですから、もうニューヨークに入る前も当然カルバチとのそういう練習も積んでたしね。でリングに上がって、まあ当時だと記録が2万7000人という観衆なんですけど、どういうふうに見えたんですか、リング上で。あれ2万7000からもっといただきますね。本当にね、こう、あれ6
階の中で、なんか2、3階の中で、こう、ほんとすり鉢状にブワーっているんですよね。ほんとに、で、あの、まあ、なんていうのか、もう、花道がこう、入っていくでしょ。ほんと、熱風、熱風っていうか、その、ドア開けたら、ブワーっと風が来るんですよ。その風でね、まだ体重軽いから、80、90キロあるかないぐらいしかなかったんじゃないかな。その時またちょっと体絞る、痩せた上にまた絞ったから、ではもうそんな感じで会場の中に入っていくんだけど、もうなんかそんな感じですよね。もうドアが開いて入った途端にブワーッと風がなんかこう押し戻されるような感じで、それで会場にもなんか上がって入ってこうリングの中に入るんだけど、リングがまたでかいんですよ。当時のマイソンスケアでのリングはね、今のリングと全く違う。なんかやたらでかいんですよ。新日本プロレスでも大きかったですか？大きい。大きかったね。で、ロープがまた柔らかいしね。なんかすごいなんかこう、自分の中で、まあ最初ロープの、自分たちでまあリングがあったら、まあリングはその感覚をね、自分でこう、足のどんなとの具合かっていう、要するにリングの様子を見るんだけど、ロープがこの縄のような感じのね、うん、でこう柔らかかったっていう、それを覚えてるし、うん、試合前にリングに上がって調整は、まあ、見なかったんですか？日本だとどこのリングもそうなの、僕は試合前に必ずリングがあって、リングのその要するに様子とか、要するに大きさとか、リングのその足のこう動き、ステップの止まりとか、滑るか滑らない、まあそういうリングの具合は要するにチェックするんだけど、あの時はね、前人の場合はね、試合前リングはチェックできなかったね。そういう余裕ない。ちょっとリングの様子見てこようとかね、そういう余裕なかったね。ということは全く、そう、あの時に初めて上がった、試合前の入った時はそれ初めてです。だからリングのでかさでちょっと、おお、これ全部でかいっていうのが感じたんですよ。それであれだけすごい順応できるんですね。まあもういっぱいいっぱいですね。とにかく自分のだから持ってるものを全てとなくもう何ていうのかこう体がなんか本当にだから一人でで動いた。それまでやっぱりだからカルコッチが言うコンディションがあれば自分が体が一人で動くっていう、要するに自分で考えて動こうさどうしようかじゃなくて、だからとにかくもう本当に自分の中での動きも自分の中では本当にまあ良かったしね、うん、だからとにかく投げるのよか、それからまあドロップキックっていう部分だけは自分の中で意識をして、となく人通常の要するに投げ技とかその飛ぶそのドロップキックじゃないっていうのを、それは自分で意識はしてましたよね、うんうん、あのドロップキックがものすごい切れ味で本当に平マットと平行になってましたよね。そうですね。だからそれはまあ向こうの選手なんかも声上がってましたよね、うん、あれはやっぱり藤原さんの中で自信があったんですか？まあそれは自分の中でまあメキシコでもそうだったけど、やっぱり自分の、まあ、体を生かしてっていうか、要するにジャンプ力っていうのか、まあ、それはもう自分の中で一つの見せられる部分っていうのか、だからそれもだからそれとまあ、通常のドロップキックも走っていって長く飛ぶっていう、うん、その場からも飛ぶっていう、そうですね、だそれはだから一つのだから試合の中での、うんうん、その場から飛ぶドロップキックとロープでこう戻ってきてやるドロップキックって全然違うんですか？それはまあそのタイミングによってね、うん、要するに一つのこうロープを飛ばして入ってくる相手でこう飛び蹴りってするっていう、うん、その自分の間がありますけどね、うん、でもその場から飛ぶっていうのは要するに相手に間髪入れずとか、相手にも何の要するに攻撃、うんうんうん、まあ要するに起死回生じゃないんだけど、うん、そういう時の一発に使えますよね、うん、それとお客さんの反応が違いますよね、うん、だから最初だからニューヨークの時でもドロップだけでもお客さんの方がウォーっていう感じだったんですよね、うん、そうですね、はい、あとアーモンコイップがものすごい良かったですよね、はい、まあ、僕らはあの時藤波さんの試合をテレビで見て何がまず驚いたかって、藤波さんの肉体、まあ、筋肉の理科の教室にある標本みたいな筋肉されてたじゃないですか。あれはどうやってあの体を作ったんですか？もう別に自分でその絞ったとか何て言うんだろう、
ジムに行ってボディビルダーみたいに、ボディビルダーみたいにジムに行って絞ったんじゃなくて、普通のもう軽こちと練習したらもうああいう体になっちゃうんですよね。どういう練習ですか、軽こち。もう朝7時、7時か7時頃から9時頃まで練習して、でなフロリダのやっぱり日中暑いんでね、まあ、汗をかくし、でしからもうとにかく自然と体が絞れちゃうんですよね。鉄棒とか、そう鉄棒とか、要するにあまりボディビルみたいなウェイトは使わないんですよ。要するに使っても、うん、なんだろうな、なんか腰になんかそのウェイトをぶら下げてロープ登っていくとか。あのロープ登るのって腰に、はい、そう、アフォグレータープレートつけて、こうベルトみたいなプレートつけてね、それで登ってましたね。それであのカルゴチのフロリダの家のところに大きなあの木があってね、はい、みかん畑が、もうみかんの木はね40、50本割ってるのかな、はい、それで一つ真ん中に大きな木があって、その木の枝からロープ、こんなロープがぶら下がってて、それを登っていってました。火山みたいな。で、何でしょうか、それはもう自分で作ったんですよね。体操の釣り輪と鉄棒があった、はい、それがもう要するにメインですよね。鉄棒はだからもう要するにまあ、ぶら下がって軽こちが足を持って、こうやってぶら下がって足を持って、上にこうなんていうの、腰を反ってまた上でまたプレッパーの腕立てでプッシュアップするんだけど、うん、たまにうちのレオナにもねそれを運動させますけど、あれはもう全身、足から腰からね、すべて肩がね、でうまく体が柔らかく、要するに筋を強くするっていう運動。あとはもう釣り輪、体操の釣り輪、僕あの頃本当釣り輪でね十字懸垂してましたからね。回れたりしたんですか。回れたり、あれコツがあってね、鉄棒って釣り輪ってね、ここにこう引っ掛けないとこう上がれないですよね。普通ここからね絶対上がれないからね、それをこうこうやってこれ流ししながらね上がってね、一回で前に回ったらね、やっぱり体重にこの手のグリップが負けて一回落っことだろう、どうさ奥さんの家が飛んできましたもん。鉄棒はじゃあもうこうやって大車輪みたいにできたんですか。大車輪しなかった、うん、大車輪しなかった。まあ要するにもう鉄棒はもう要は懸垂であったりとか、まあそういう軽こちとの二人一組の要はそういう鉄棒を持っての運動だけですよね。プロレスラーっていうのはもう本当体操選手みたいな。そう、本当だから本当筋を、要するに筋これ体操の選手と一緒ですよ、筋肉のその使い方がね、要するに筋を強くするっていう感じの、うん、鍛え方ですね。それはゴチさんはレスリングにどういうふうに有効だっていうふうにおっしゃってたんですか、そういう体に作るっていう。もちろん柔らかい、硬いより柔らかいのがいいっていうのと、やっぱり怪我を少なくやっぱりしないっていう、うん、それとコンディションを整えるにやっぱり一番そういうなるだけ何て言うんだろう、こう動ける筋肉を作るっていう、だから体操の選手はそうなんですよね、うん、じゃあその前はヨーロッパで半年間ぐらいいらっしゃいましたけど、はいはい、全く体変わったんですか。そうですね、まあもうヨーロッパの場合は日本から行ったそのままの練習も行った、うん、そういう体で、まあ、まあ日頃の縄跳びとか、うん、そういう人、まあ、ブシャブボーデの腕立て伏せとか、そういうのをずっと、うん、やってましたけどね、うんうん、で、まあ、またニューヨークの試合ですけども、うん、エストラーダの攻撃っていうのはなんか記憶にあることってありますか。どんな選手だったんですか。まあ、要するにポルトリコの要するに、まあ、どうやって、まあ、エストラーダが選ばれたかっていう、僕はあんまりそんなもう知る余地もない、知る必要もなかったんで、うん、とにかく誰が来るの誰かなっていう、そしたらまあそんなに僕にもと同じぐらいなのか、ずんぐりちょっと丸い選手で、うん、で最初組んだ時に、うん、なんか自分の中でこれはしんどいぞっていうのが思った、うん、っていうのは要するに彼らのやっぱりレスリングのやっぱりスタイルがあってね、やっぱりオーソドックスな要するにアメリカンスタイルっていうのか、要するにまあもちろん多少のそのグラウンドもまあある程度知ってるんでしょう、はい、それはレスリングができるんだけど、ただ僕が要するにアルゴンでは動きやすかった、もう要するにかき回しやすかったっていう感じですよね。あれがまあ大きかったらちょっと自分が手こずった血がまあするでしょうけどね、うんうん、しんどいぞっていうのはやりづらいってことなんですか。うん、ちょっと自分がこれはある程度
あのなんかこう動かしてっていうか、もう動いてっていうか、やっぱある程度そういうもう積極的に攻めていかないと、要するにあの流れがねつかめないっていう。なるほど。でいよいよドラゴンスープレックスの時が来るんですけど、あれはそのシンマさんから何かやれっていうのが藤山さんの中でそれがもうあったんですよ。でもね、もう試合の途中からこれはもうこのタイプだともうそれはもう自分で強引でもう持っていけるんじゃないかっていうのはもう自分で分かったんですよ。あの大きさといいね、うん、もうその時はだから自分のまあ死亡した時かな、うん、なんかやった時にこれだったらもう自分がちょっともう強引でもいいからもうとにかくドラゴンスプレックスからやってみようっていうのがあった。その時ぶっつけ本番、全く練習したことないんだから、あ、そうドラゴンスプレックスをカルゴチとかで要するにジャーマンスプレックス、うん、それからダブルアームとか、うん、あとこう両手持ってこう担いで後ろに回すとかスプレックスが何種類かあるんだけど、一つこういう後ろに羽交い締めで相手を羽交い締めにしてそこから投げるスプレックスもあるよ、ドラゴンスプレックス。でもカルコチもやったことないんですよ。こういうのがあるよっていうことだけで、結局練習する相手がいないんですよ。まさか僕がカルコチさんにねこういうことやってこっちやっていいですかって言えないし、でカルコチもやったことないし、カルコチも僕がやったわけじゃないし、でカルコチのうちで要するに大きな頭がついて手がちょっとこう短い手がついた寸胴のダミーの人形があったんですよ、うん、その人形の名前がロビンソンなんだけどね80キロ、うん、7、8キロあったかな、その人形、うん、その人形を使っていつも僕は投げの練習、ヘッドオークの練習、それ使ってのジャーマンの練習、それやってましたもん。じゃあそのダミーでドラゴンスープレックスやったんですか。それがね、手がこうなってたままだからしにくいんですよ。でもしにくいんだけどこういう感じでやったんだけど、人形だから融通きかないんでね、硬いんですよもうまとまりガバーって代わりにこうやってきてね、でも不思議となんであそこで無難な、うん、僕はジャーマンに行かなかったかってことですよ。 そこなんですよ。普通だったら僕はどっかでね、うん、あの危険まだやったことないものよりも、うん、無難なジャーマンに、うん、分かんない、多分してもう気が付いたわけやん、もう手が後ろ回ってて、うん、それが運命ですよね。そうですね。だから、はい、そのダブルアームでも良かったかもしれないし、さっき藤山さん多分タイガースプレックスのことだと思うんですけど、はい、それでも良かったわけですよ、ね、はい、だけどあの時フルネルソンを選んだっていうのはもうひらめきというか何なんですか、感覚ですね。もう感覚気がついたらもう手が後ろ回って、うわーもうその考える余地ない、もうこのまま手が後ろ回ってそのまま投げてましたね。あの投げる写真僕も今ねよくネットに上がってますけどね、あれあえて気よく怪我しなかったな待ってるんですよ、頭から突き下がってましたもんね受け身取れない、ね、エストラーダが丈夫でよかった。相手のことは考えなかった、考えるよない、もうとにかく自分がもう要するにその時の要するに最後の決め技ってもう要するにこれで取るんだっていうもうそれしか頭なかった。これで終わった後に自分はちゃんとブリッジで立ってる、うん、でレオリーがカウントじゃなくて要するに肩ついてないわけだから、うん、最初カウントはするんだけど途中でもう離しちゃうんですね、うん、要するに相手の首がもうこうなってるんで、うん、相手がまあレオリーが多分あんまり危険させても多分離したんじゃないかな、うん、あの時にマジソンのお客さんはどんな反応だったんですか。シーンとしてた、あシーン、これは自分でやったっていうできたっていう、これはドラゴンスプレックス、まあ要するにフルネソンのスプレックスできたっていうのが自分の中では多少自分でホッとした部分はあったんだけど、うん、周りの反応がやっぱないんで一瞬ちょっと不安だったんですよね。そしたら間が置いてお客さんがブワーッとなんか何度となるかすごい先導さんの総立ちになってスタンディングオベーション、はい、僕の手を挙げられた、レフリーが手を挙げたからね、はい、あれ、それで実況した船橋圭一アナウンサーがもうその時ドラゴンスプレックスっていうふうに放送でしゃべってるんですよね。ねえ、うん、だからもしかしたらそのそういうのがあるってなったら前もってだからいろいろ
何かあるかって、いや軽口とかどういう練習したかって俺島田に言ってたからね、うん、こういうのもありますよ、こういうのもありますよってスーパークスって、うん、だから何やるって僕は言ってませんからね。だからたまたまだからそれが出た時にだからそうだからよくよく言ってね、とかあれでもだからドラゴンスプレックスとか、うん、昼固めとかっていうのはもうこんな名前が出てるってビッグサイクルだからね、宇治波さんの名前からちなんで命名したっていう、ね、まあそういう解説が東スポの桜井康夫さんだったので、まあ、桜井さんなのか船橋さんなのか分かりませんけど、うん、どちらの方がドラゴンスプレックスと命名されたっていう、藤波さんはスープレックスはすごいやっぱりドラゴンジャーマンという印象が強いんで、ものすごい得意、得意じゃないです、僕はどっちか体が硬い方なんですよ。あ、そうなんですか。特にブリッジは僕あんまり得意な方じゃない、古いあの不得意っていうか、要するにそれだから軽口とかでも要するに四六時中まず何やるかって、まずブリッジをやって軽口の足を押されてね、もう常にこれがバリ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 言うようにね、もう常にまずブリッジはだから一日のうちにもうそれが大半、いつも壁にあの背を向けてね、こうやって壁伝えながらねブリッジをしてやってましたよ。はい、ニノキさんとかね、あの佐山さんとか、そう、あの佐山またね柔らかすぎるから、本当にかかとに頭がつきそうな感じだからね、あのダイナマトキッドってやってるからね、うらやましい、うん、でも後々の要するにあの僕のそのエストラーダにね、うん、ドラゴンスープレックスやってる時の角度見たらね、うん、やっぱり相手に与える、うん、要は打撃なんていうか衝撃っていうのか、うん、やっぱり僕のその中途半端なやっぱり硬い方が衝撃度は強いんじゃないかって気がする。なるほど、うん、要するにこういう弧を描かないから、はい、直接頭が本当に突き刺さってしまう。それとやっぱりその体全体に自分がもう要するに体ブリッジで反らなきゃいけないっていうのがあるから、足がもう完璧にこう筋が出て、で手のこの辺のだから体のだから全部あと体がもう要するにそのいう一つの曲線が出てるから、全てが多分全身でその技をかけてるっていうのがあってね、うん、僕は自分で見てね、これだから自分のその硬さが体の硬さが一つのその絵に写真になった時、絵になった時にやっぱり衝撃のあれがタイガーマスクの柔軟なスープレックスよりもなんかあるような気がしてね、うん、ただやる方がすればすごい危険性が高いですね。そうですよね、はい、下手すれば僕も何度か相手が僕の顔の上に怒ってきたことがありますけどね、はい、だからその不得意であるスープレックス、まあ、ブリッジで固めるスープレックスですけど、それを選んだのはどうしてなんですか？それだけ必死だったんですよ。ものすごいリスク高い。だからそれはもうな、自分、それはもう自分がもう、やっぱり3年、ちょっとこう自分で海外出てて、やっぱり日本かそういうのが、とにかく日本でやっぱ一穴あげたいっていうのがあるから、やっぱりなんかそれ自分でそういう、今までのその成果っていうのか、やっぱりその、カルゴッチっていうところでやっぱ修行してるんで、やっぱそういうものをどっかでやっぱり見せたいっていう部分が、成果を見せたいっていうのがあるから、やっぱそっちをだから支援と、だから僕は無難なジャマに行っとけばまず成功率高いだけじゃないですか、うん、自分も多少こう安全だし、うん、もう自分でも多少こう自分で心があるし、うん、でも全く経験のない、誰もやったことない、うん、相手もそういう、うん、まあ、相手のことを考えなかったな。そのドラムスプレーで行ったっていうのはやっぱそこでしょうね。だから自分の中で、うん、まず初めてそれそのまず驚きっていう部分を選んだんですよね。やっぱりその海外武者修行の2年、まあ、8ヶ月ぐらいの海外武者修行の集大成の試合だと思うんですけど、それはドイツより、ドイツ、アメリカ、メキシコでいろんな経験よりもやっぱりゴチさんにも学んだ技を出したかったんですか？そうですね、うん、またゴチさんとやった時しかその技っていう技はないからね。まあこれはもうだから西ドイツの場合はもう自分がもう屈辱ですよ。屈辱のドイツの西ドイツの遠征ですよ、うん、もうみんながそれぞれがでかいし、うん、で全員じゃないんだけど、やっぱり一人自分がもう本当に屈辱感をやっぱホーストホフマンって時にもうおもちゃにされたっていう、うん、それがあるからカルコチのところでいろんなその
グラウンドであったりとか、まあ、そういう関節であったりとか、いろんなものをコンディションであったりとか、そこで自分で一から、なんて言ったかな、こう格闘技というものというか、自分で身につけたんでね。屈辱ってはどういうものですか？もう、まあ日本で、要するにオーソドックスな、要するにロックアップから組んで、うん、後ろ回って、腕取って投げる、ドロップキック、で、相手をホールしていくっていう、要するにオーソドックスなプロレスの人の、まあ、要するにプロレスってその、教科書があるもんじゃないんでね、まあ、みんなそれは違うんだけど、でも大体のプロレスの動きっていうのがあったんですよ。でもやっぱり、西戸行った時には、ホーストフマンっていうのから、要するにもう自分が、要するに、それも、多分彼自身も、やっぱり、あまり下がりで、やっぱそういう、ヨーロッパでも、知れた、そういう大会にも出てるし、やっぱり体も多少大きいし、で日本から来たっていう部分があるから、やっぱりその技術の差っていうのか、やっぱプロレスのだからっていうか、要するにレスリングっていうもののだから、なんて言うんだろうな、こうこんなもんってどんなもんかっていうのをだから見せつけられたみたいなね、もちろん自分自身がアマレスを知ってればね、もうちょっと違った対応できたんでしょうけど、僕はもう陸上競技しかやってないし、アマレスもそういう格闘技っていう格闘技全く知らないでデビューをして、でヨーロッパ遠征してるし、だから藤波さんって本当の意味でプロの厳しさを教えられた試合だったんですね。そうですね、だからホーストマンっていうのは要するに屈辱な試合がなかったら、そこまでだカールゴッチとのそういうあれを、ストレートにこう受けられなかったかもしれないね。ホーストマンの試合かゴッチさんの道場で学んっていうか、これは繋がってるわけですね、藤波さんが。そうだから、カルゴジも当然、ホーストフォーマンも知ってるし、でロビンソンも当然知ってるわけだから、要するにもう、自分がどういう、何を言わんとしてるか、何をで自分がそういう屈辱を受けたっていうのは、カルゴジももう分かってるんですよね。全ての自分が語らない、言わなくても。それはもう、お前自身の、要するに、レシングっていうその動きができなかったことと、要するに、スタミナが、要するに、ないっていう部分。藤波辰巳っていうレスラーのスタイルっていうのは、やっぱりこのゴッチ道場でベースができたってことですか？僕はそうですね。僕はもう猪木さんに憧れてプロレスに入ってやってるんだけど、やっぱりでも技術的な部分ってやっぱりカルゴッチ道場でしょうね。とやっぱゴッチさんというのは藤波さんにとっては本当に大きい存在だったんですね。そうですね。だから本当に僕はこうやってレスラーとしてこう、あるのはやっぱりカルゴッチでしょうね。なんかそのプロレスラーとしての精神、魂は猪木さんから学んで、そのいわゆる技術というか、そういうものはなんかゴチさんから、藤波さんだから、ゴチさんとこれ猪木さんの2人からこういいものを吸収してるんですけど、まあ猪木さんからは本当だから、もちろんだからそういう細かい練習部分のやっぱりその向かい合ったりとか、例えば間で合ったりとか、それはまあ呼吸はこう猪木さんから回ったりする、でもやっぱりプロレスのやっぱり一つのプロレスリングっていうことは、要するにレスリングだけじゃなくて、それにプロがつくっていう部分のやっぱりそういう何て言うのかこう何ぞやっていうのはやっぱり猪木さんから僕はものすごく影響を受けてますね。ゴチさんで猪木さんと猪木さんから、プロレスっていう部分から、要するにゴチさんからはそれ格闘技っていう、要するにレスリングっていう技術的な部分で、ね、技術的な